サッカー女子日本代表の試合会場には、元日の地震で家や家族を失った中学生たちの姿がありました。能登の中学生をパリへ。ちょんまげ姿のサポーターの熱意が全国からの支援を集め実現したプロジェクトです。頑張れ能登、イエーイ。元気な笑顔があふれるのは名物サポーターちょんまげ隊長ツンさんこと角田博一さんと、能登半島地震で被災した5人の中学生。能登の子どもたちをオリンピックに招待したいと、全国で被災地支援を行っているちょんまげ隊が各地のボランティア団体と協力して進めてきたプロジェクトです。今月11日輪島市で出発前のミーティングが行われました。被災地ですごく大変な子たちに頑張れよとかいうのは簡単だし、いつか元に戻るよっていうのもとっても簡単なんですけど、口でいくら言っても6ヶ月経ってこういう感じだとなかなかそのなんか実感が湧かないと思うので、もしパリオリンピックに連れてったらみんなが注目してくれるし、みんなが力を合わせれば地球の裏側にだって生きるっていうのを子どもたちも伝えたいし、その子どもたちの行動を通じて親御さんとか地域にも伝えたいなと思います。子どもたちの渡航にかかる費用は全国各地での募金で集められ、必要なポーチや雨具なども送られました。地震ですごい辛い思いはしたけど、こういうイベントで地震の傷がちょっとでも癒えればなって思うし、一人じゃないなって、味方いっぱいいるなって感じてすごい嬉しいです。かっこいいんですよこれ、あのワイズっていうところだ。サッカー日本代表キャプテンの遠藤航選手からはサイン入りユニフォームのプレゼントも。いや、あの初めてもらうサインなんで嬉しいです。珠洲市から参加する中学2年の池崎光生さん。2月末に祖母の家がある神奈川県から地元に戻りましたが、学校のグラウンドで大好きなサッカーができない日々を送っています。出発前日の荷造り、初めての海外に希望も荷物もてんこ盛りです。やっちまったね。一回やって。だって今せめてこれ見てほしいんだけど、いろいろな国に行くのでそこの文化を学んで、その国の人たちと一緒に仲良くなって交流をしたいと思ってます。行ってきてから何を見たのか聞くのが楽しみです。将来つながること、いろんなのを得てきてくれたらすっごいいいなっていうのは思っています。荷物の中にあった鉢巻き、フランスで能登を PR するとともに支援への感謝を伝えようと、ありがとうなどのメッセージが書かれています。フランスに届けこれがフランスでは大活躍。メルシー、フランス、グッズ。5人はスタジアムの外で鉢巻きを配り、サポーターの頭に巻いてあげるなどサービスも満点。 Thank you。 楽しいよ。鉢巻き配ってどうだった？全部いけた。全部配りました。30枚。メルシーやら、センキューやら、頑張れ。いいね。最高です。みんなありがとう言ってくれます。最高だね。南砺市では留学生や地元の大学生との交流会も開かれ、日本の文化の紹介や現地のスイーツを通して親睦を深めました。木の建物。交流はとっても楽しかったよ。日本は先進国なのに復興が進んでいないのは悲しいわ。交流会では子どもたち一人一人が元日の経験や被災地の現状を自分たちの言葉で報告しました。祖母の家が崩れて、その家が崩れる音とか叫び声がしてすごい怖かったです。私と兄は瓦礫から出てきて、私は無傷だったんですけど、兄が頭を打ってすごい血だらけでした。祖母は声はしたんですけど、母は
声もすごかったです。被災後初めて自分の経験を言葉にした林さん、別れの時思わず涙が。みんないい人すぎて離れたくない。それいいね。昨夜パリでの最後の試合観戦を前に、オンラインで保護者との近況報告会が行われました。今スタジアムの周りですか？どう、周りの雰囲気は？いや、多分最高っちょ。最高っちょ。ちょっとフランスに住みたくなった？休まない。物おじせず、いろいろ喋るようになったんじゃないかななんて思ったりします。すっごい明るくなったっていうか、最初めちゃめちゃ緊張してるなと思ってたんですけど、すっごい楽しんでるなと思って嬉しかったです。ちょんまげサポーターの熱意と全国からの支援で実現した今回のプロジェクト。フランスの空の下で中学生たちは一回り大きく成長したようです。まあ、やっぱり怖いっていうイメージがすごくあったんですけど、まあ、こっちに来てみてみんなも優しいってそういうところに驚きました。自分から積極的に外国人とコミュニケーションを取れるようになりました。日本人と外国人との捉え方の違いです。多様性があって楽しかった。ほんの少しだけどフランス語が喋れるようになったことです。メルシー。決して無関心じゃないよっていうことを子どもたちに気づいてほしいっていうところがあって、ボランティア団体とか支援していただいたの皆さんのおかげっていうことをぜひ石川県能登半島の皆さんにお伝えできればなと思います。本当に協力ありがとうございました。現地で競技も観戦しているそうですけど、昨日から今日にかけて行われたなでしこのブラジル戦なんかは逆転勝利でいろんな刺激とか勇気をもらったでしょうね。被災地能登を世界中に伝えてくれています。帰国したら生徒たちは学校でそれぞれ報告会を開催するそうですから、どんな話が聞けるのかまた楽しみですよね。そうですね。地震で辛い思いをした子どもたちがパリで楽しそうにしている姿には私たちもほっとしましたよね、はい、またまだ心の整理もまだ十分についていない中ではありますが、その自分たちの言葉で発信するということは、はい、現地の方にもしっかりと思いは伝わったと思います。おととい行われた夏の全国高校野球選手権石川大会決勝、星稜を下し小松大谷が3年ぶりに甲子園への切符を手にしました。新たなステージに向けてチームが掲げる目標は全国制覇です。よいしょ。よし。おとといの決勝で星稜を5対0と完封した小松大谷ナイン、今日は優勝後初の練習に臨みました。一人一人が大谷の看板を背負っていることを意識して甲子園でもしっかり勝っていけるようなチームになるために、これからも意識高く持ってやっていきましょう。常に自分たちの野球ができれば、まあ、勝利っていうのも近づいてくるのかなと思います。どことやっても厳しい戦いになると思うんですけど、自分にできることは自分が一番分かっているんで、強気でどんどん攻めてスコアボードにゼロをつけれるようにやっていきたいです。甲子園優勝を目標に最後の調整を進める小松大谷。全国高校野球選手権大会は来月7日に開幕します。決勝戦当日、私もラジオのリポーターで現地に行っていたんですけど、小松大谷は在校生や保護者会の皆さんが炎天下の下応援していましたね、はい、10年前に星稜に大逆転を許していますから、9回の裏最後の最後までもう集中切らすことなく声を枯らしていましたよ、本当に最高の舞台で全国を相手に戦えるということは大きな自信にもつながりますよね、はい、組み合わせ抽選会は来月4日に行われますね。被災地の学校の思いも背負ってですね、石川を代表して甲子園の舞台で堂々と暴れてきてほしいと思います。全国の小中学生を対象に4月に実施された
全国学力・学習状況調査の結果が今日公表されました。石川県は小学校の算数、中学校の国語・数学で全国1位と、今年度も高い水準を維持しています。この調査は文部科学省が毎年全国すべての公立小中学校と一部の私立学校で実施していて、県内では今年小学6年生と中学3年生の合わせておよそ1万7000人が参加しました。地震で大きな被害を受けた輪島市内の12の小中学校は、子どもの心のケアを優先したいとして参加を見送りました。科目は小学6年生が国語と算数、中学3年生が国語と数学で、調査の結果、小学校の平均正答率は国語が秋田県に次いで2位、算数は福井県、京都府と並び1位でした。また、中学校の平均正答率は国語が1位、数学は福井県、東京都と同率で1位でした。県教育委員会はこの結果について、小学校、中学校ともに継続してトップクラスの水準を維持できていることが確認できたとしています。県では21年度から実施している金沢大学と連携しての調査結果の分析を、教育現場での学習指導に反映させたいとしています。今年も高水準となった石川県。以前、学力調査のために過去の試験問題を使った補習授業が行われるなど、行き過ぎた事前対策が指摘されていましたが、県教委では学校や市町の教育委員会に適切に実施するよう通知していると説明しています。この後は天気です。明日は本降りの雨で、昼過ぎにかけて激しい雷雨となりそうです。金沢市の近江町市場では冷たい氷柱が設置されました。ここからはお天気。まずは天気のトピックスです。連日厳しい暑さが続く県内、金沢市の近江町市場では氷柱が設置され、子どもたちが触ってひとときの涼を感じていました。キンキンになります。熱中症警戒アラートが発表された今日の県内、最高気温は珠洲で 32.7 度、金沢と小松で 32.5 度、加賀中津原で 31.8 度などとなりました。こうした中、金沢市の近江町市場では訪れた人に涼を感じてもらおうと、今朝も重さ30キロごとに切り分けられた氷柱が市場内に設置されました。暑い、ツルツルしてて冷たかった。なんかすごい冷たくてどうなってるんだろうとか思ってました。今年は地震からの復興を願い、能登を応援するステッカー入りの氷柱も飾られています。触ると非常に冷たい、気持ちのいい氷ですので、それに触っていただきながら、またステッカーにも目をやっていただいて、能登のことに思いを馳せ、一緒にいるんだよという気持ちをですね、ぜひ皆さん持っていただけたらなというふうに思っています。一方、加賀地方では明日午前を中心に雷を伴った激しい雨が降り、明日夕方までに降る雨の量は加賀で100ミリ、能登で50ミリの予想です。加賀では土砂災害や低い土地の浸水などに注意警戒が必要です。氷柱は8月31日まで市場内の13カ所に設置されるということです。まずは注意報です。この時間、県内のご覧の地域に雷や高潮の注意報が出ています。ご注意ください。明日朝9時の予想天気図です。低気圧が北海道の東を進み、低気圧から伸びる前線が北日本を南下するでしょう。全国の明日の天気です。沖縄、九州から関東は広い範囲で晴れるでしょう。ただ午後は内陸を中心に急な強い雨や雷雨がありそうです。北陸は雨で、局地的に雷を伴って激しい雨が降るでしょう。
東北や北海道は曇りや雨の天気です。局地的には雨足が強まるでしょう。東北は引き続き大雨災害に警戒が必要です。明日の県内は大気の状態が不安定となるでしょう。本降りの雨で昼過ぎにかけて激しい雨や雷雨のところもある見込みです。大雨の恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意警戒してください。能登は午後になると次第に雨が止んでくるでしょう。香川、夜まで傘の出番となりそうです。明日の能登は朝まで雨で、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。輪島の最低気温は26度と今日と同じくらいでしょう。最高気温は32度と明日も真夏日となりそうです。水分や塩分をこまめにとり、熱中症対策を心がけましょう。明日の加賀も雨で、ところにより昼過ぎまで雷を伴って激しく降るでしょう。金沢の最低気温は26度と寝苦しい夜となりそうです。最高気温は30度と今日より暑さは和らぎますが、ムシムシとした暑さは続きそうです。明日も体調管理にご注意ください。県内の週間予報です。水曜日は湿った空気の影響が残り、午前中は雨が降りそうです。木曜日以降は高気圧の圏内となり、晴れる日が続く見込みです。木曜日以降は33度から34度と平年より高く、厳しい暑さが続きそうです。全国の週間予報です。水曜日以降は広い範囲で晴れるでしょう。西日本から東日本では危険な暑さが続きそうです。熱中症情報です。今日より気温が低くなるものの、蒸し暑さが続く見込みです。熱中症対策をしてください。室内でも涼しい環境を心がけましょう。ここまでお天気でした。おととい、七尾市の能登島では日本三大火祭りの一つ、高田の火祭りが行われました。地震の影響で一時賛否が分かれましたが、多数決で開催が決まり、夜空に燃え上がる大松明に観客から歓声が上がりました。能登島の夜空に赤々と燃える大松明、訪れた人たちの顔も真っ赤に染まります。高田の火祭りは能登島高田町にある八姫神社の夏の祭りです。境内には祭りを楽しみに大勢の観客が訪れました。しかし震災の爪痕は今も残ったままです。祭りの開催をめぐって住民同士が話し合いを重ね、最後は多数決で開催へと舵を切りました。本当に火祭りができて嬉しかったです。いろいろな年代の人たちが一緒になって祭りができてるっていうのは本当にいいことだなって思います。午後8時、高さおよそ30メートルの大松明が用意された広場に、みこしと宝刀が到着。大松明の周りを7周した後、手に松明を持った参加者も大松明を周回します。笛の合図で一斉に大松明に火が入れられ、次第に夜空が赤く染まります。松明が海側に倒れると豊漁、山側に倒れると豊作。今年は
歓声とともに海側に倒れた大松明。今年は豊漁です。よかった、最高です。来てよかったわと思った。能登ってやっぱりお祭りがね、結構みんな力入れてるんで、少しでもできるんならやればいいと思う。こうやって大変な時にやらせてもらえたっていうことは本当に感謝して、続けていける限り頑張るから、まあ前向こうじゃないですけど、そうやって一緒に頑張っていければなって。今回は特に若い世代からのこんな時だから祭りをやりましょうという声に押されて開催が決まりました。この祭りが能登の町をさらに元気づけたでしょうね。そうでしょうね。絶やさず祭りを開催できたというのは、能登島の本格的な復旧に向けてまた一歩大きな前進なんじゃないでしょうか。能登町で昨日住宅再建に向けた相談会が開かれました。元日の地震からおよそ7ヶ月が経過し、罹災証明書の発行にめどが立つ中、被災者からの住宅相談が急増しています。こちら能登町役場では建築士による住宅相談会が開かれ、朝から相談者が訪れています。相談会は能登町や建築士を中心に作る能登復興建築人会議、金沢弁護士会などが主催しました。担当者によりますと、1ヶ月ほど前は全壊や半壊、準半壊など罹災証明書の区分に関する不服や相談が大半でしたが、直近では証明書の交付を受けた被災者が修繕や建て替えを相談する段階に変わってきているといいます。これからもそこに住み続けるためにどういう耐震をした方がいいのかということを相談に上がりました。相談後、建築士に現地確認を依頼する人も。大丈夫です。大丈夫ね。なあ、よかった。娘のすごいいい場所やし、はい、いや見てもらって本当に今後は良かったです。安心しています。このままでいきます。能登復興建築人会議の小津誠一副会長は、住宅再建のペースが遅いと危機感を持っています。潰さならんというのも、選択肢の一つでしかないと思うんです。今ある建物を小さくリノベーションするとか、いろんな選択肢があるよということをお伝えしたいなと思ってて。団体では今後、内灘町や輪島市でも相談会を開く予定です。高校生アスリートによる真夏の祭典、全国高校総体の陸上競技。福岡県で今日行われた陸上男子100メートルで、星稜高校1年の清水空人選手が2位に輝きました。高校1年日本歴代1位のタイムを持つ清水選手、全国の舞台でどんな走りを見せてくれるのか注目です。陸上男子100メートルに出場した星稜高校1年の清水選手、今月15日に行われた県大会で10秒26をマークし、サニブラウン・ハキーム選手が持つこれまでの高校1年の歴代最高タイム10秒45を更新しています。予選準決勝を通過し迎えた決勝、清水選手以外は全員3年生です。会心の走りを見せ、1年生ながら見事全国2位に輝きました。めちゃくちゃ嬉しいです。しっかりタイムもマイナスの風の中でも出し切ることができて、自分の走りができて2位という結果で終われたことがとても嬉しいです。明後日から始まる200で20秒台の高校1年歴代1位を出して入賞したすることが目標です。ちょっと早すぎますよね。今100メートルで日本人最速は9秒95山縣亮太選手だから、将来更新の可能性もありますよね。清水選手にとっては初めてのインターハイです。緊張しているのかと思ったんですけど、全国大会のような大舞台の方が自分は楽しめると話していたそうなんですね。石橋アナウンサー現地で取材しましたけど、1年生ながら相当メンタルも強いと感じたそうです。清水選手、今後の目標は100メートルで9秒台を出すこと。今後のさらなる飛躍に期待がかかります。
少子高齢化や後継者の不在など多くの課題と向き合いながら、企業がどのように成長を目指していくのか考えるフォーラムが今日金沢で開かれました。フォーラムには県内の中堅・中小企業の経営者およそ100人が参加しました。講師を務めた三谷産業の三谷忠輝社長は、一つ一つの事業分野を別々に考えるのではなく、掛け合わせることで強みを生かす複合商社としての成長を目指していると話しました。売却とか資本提携のような大事でなくても、異分野との接点を増やすということで、すべての会社にとって事業成長のヒントがあると思います。社員がそれに夢中になれるようにすることが今の時代一番大切なことではないでしょうか。引き継ぎたくても後継者がおられないというような会社様非常に多くございます。そういった中で有効的な M&A というところが第三の社員への承継ということでですね、非常に脚光を浴びております。フォーラムを主催した M&A キャピタルパートナーズの曽我洋蔵取締役は、第三者に事業を承継する M&A をいざという時の一つの選択肢として考えられるよう情報を提供していきたいと話していました。ここで明日の特集です。空気が違うみたい感じ。県内で唯一穴水町に建てられたのは、石川モデルと呼ばれる木造戸建て型の仮設住宅。この仮設住宅に込められた地域住民のふるさと再生への思いをお伝えします。パリオリンピックが開幕して連日盛り上がっていますけど、明日にかけては県勢だと女子バスケ日本対アメリカ、赤穂ひまわり選手の活躍も期待したいですよね。そうですね、また県勢この後もどんどん出てきますので、はい、私たちも一生懸命応援していきたいですね。そうですよね、どうしても開催地がフランスパリということもあって、見るってなるとそうなんですよ、ね、リアルタイムはなかなか難しい、寝不足の方も多いかもしれないですけど体調管理も気をつけながらですね、県勢選手の今後の活躍どんどんと期待していきましょう。では今日はここで失礼します。また明日。